血戦士オレンジクラッシュ小橋健太の入場であります。調査大軍を率いるエルボーの貴公子三沢光晴が入ってまいります。三沢小橋、本日のメインイベント三沢三冠ヘビー級選手権試合60分一本勝負を行います。青コーナー挑戦者270ポンド小橋健太。小橋赤コーナーチャンピオン255ポンド三沢光晴。社長、三沢行け。レフィー和田光平。木槌がゴングの眠りを覚ましてまいりました。放送席の解説はジャイアント馬場さんにおいでいただきました。両者の表情なんですがいかがですか。そうですね、両者いつもと変わりませんけど、今日は二人ともどっか悪いというところがないですからね。よし、になるんじゃないですかね。もうとにかくね、大阪でね、その小橋はいい試合をたくさんやってるんですよね。それがね、自信につながってると思うんですよ。顔面を絞り上げます。この試合序盤から激しい攻防戦の様相なんですけれどもね、試合のポイントはどこに置かれますか。そうですね、両選手ともこのシリーズは調子がいいですからね。そうですね、まあね、あの試合内容的に見てね、やっぱり川田三沢戦、小橋三沢戦っていうのが、やっぱりこの最近では一番いい試合になっていると思うんですね。ですから、そういう点では今日の試合は25周年にふさわしいと思いますね。そうですね、この後に負け抜きの強さというものが出ていますよね。素晴らしい気配ですよ。カウンターで返します。でも今の、ね、技なんかでもね、意表をつく技ですよね。そうですね、あの三沢がこの後ろから飛び蹴りを受けた時に、自分の顔がマットに当たったか当たらないか、当たらないか、こういうとこはやっぱ反射神経というかね。なるほど、 それがね、三沢には素晴らしいと思いますね。小橋が掴んでいきます。掴みます。チョップの雨を降らせます。ロックアップ、場外に落とします。掴んだ、エルボー、ロックアップ、バックに回ります。バックドロップの体勢、耐えます。ランニングしてもネックブリーカー、止めるところ。小林がこの技、こういう技をね、3つ4つ続けていったら行かなきゃいけないですね。そういう、チョップを連続で打ち込んでいきます。リング内に戻ります。そうですね、こうやってね、こらえてる時にどうしよう、やれたらどうしようということをもう考えてますからね。でも小橋はあくまでももう力を攻めていく方がいいと思いますね。
ルフネルソンの体勢、うわっ、逆に起き上がった。ああ効きましたね。本当になりましたかね。三沢の素晴らしいとこはここなんですよね。相手がこうやったなと思ったんだけど、やっぱりスッと逃げられちゃったというね、これがね、その スラッと逃げるとこがこの三沢のね、いいところ、強さですよね。一つ一つに重みがありましたよね。エルボー速射砲、ロープに飛ばした、ラリアット。そうですね、まだ三沢にしろ小橋にしろ、まだ攻めは序の口ですよね。エルボー強烈、ガジェット組はバックを取って、おっとこれに受け身を取った。さあそうですね、過去の成績なんてもう全然小橋にしてみれば関係ないですよ。スピンしてのキック起こした、放っていくのか、ダイビングエボー、頭を使ってガードした、ラリアット投げ倒し、立たせていく、組み合った、正面から投げを威張った、フェイスロックに入った、組み合った。逆に返した。ヘンメレットゴール。小橋にもね、やっぱりこれだけの大きい差があってね、こうやって飛ぶということは、これも小橋の強みなんですよね。そうですね。だから小橋がこういうものがどんどん出てくるとね、いいんですよね。試合、主音声のジャイアントババさんは泣いています。ババさん泣いてますわ。ババさん泣いてる。いった、タイガードライバー、コメントお願いします。両選手の頑張りに本当に素晴らしい試合ですね。エルボー右左、来年で還暦を迎えるジャイアントババさんが河合さんの横で泣いています。ババを泣かした小橋と三沢。エルボー強烈、抑え込んで完璧にたどり着きました。掴んだ、エルボーの連打、抱えた、抱え上げて頂点から落としていった。今三沢の体にね、元気が走ってますよ。そうですよね、痺れてるんですね。あのさあ、首を掴んでエルボー速射砲、掴んだ、エルボーを入れていく、抜くのか、タイガードライバー垂直落下式、小橋受け身が取れません。小橋よ、静かに眠れ。3発とやればチャンスがあったかもしれない。